大切な一日が消えた。全ての秘密は1秒遅い彼女にあった。1秒先の彼。那就请各位以最热烈的掌声欢迎本片的导演山下登宏，男主角冈田将生，编剧工藤官九郎。你好，この彼女を、そのオリジナルの国でこう上映できて本当に光栄です。今日はありがとうございます。你好，ドラマ作です。皆さんと。少しでもお話が、できたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大家好。じゃあじゃあ好。はい。以上です。就这样就这样。正直言うとどっちも嫌なんですけど、でも僕多分1秒遅いと思うので普段。どうせならその1秒早い方をちょっと経験したいみたいかなとはちょっと思いますね。僕は普段結構せっかちで1秒早い方なんで、まあ、監督は逆と言ったので僕は1秒遅い方でちょっとやってみたいなと思います。あ、僕はもう年齢的になんですけども、年が年取ってからもう9時ぐらいになると眠いんですよ。で寝ると夜中の2時ぐらいに起きるんですよ。もうだから1秒早いどころじゃないですよ。4時間ぐらい早いですから。ゆっくりしたいです。遅い方になりたいです。もう、はい、僕は監督としてオリジナルのそのチェ・ニューシュン監督の独特のこう無邪気さというか子供っぽさというかピュアさみたいなものをどうこう日本そのリメイクするときに僕たちなりにどうそれを作っていくかっていうのがすごく大変でしたね。ただやっぱり作ってみて思ったのがやっぱチェ・ニューシュン監督独特すぎるのでやっぱまた全然別のものになったなとは思ってます。映画が、はい、ああすごくああって感じです。でもそれがものすごく今回のはじめくんという役にはすごく助けていただいたのでとても感謝してます。今あったって言ってます。僕は覚えてないんですけどそういえば頭とお尻にありましたね。頭とお尻に、頭と途中かメーカーが最初にキット買う、切って買う時ぐらいに、うん、あったんだと思いますが言わなくてもまあ分かるじゃないかっていうことで多分今回は特にメッセージとしては残さなくてもいいってことですね。そうですね、多分なくてもいいんじゃないっていうことだと思います。すいません。台湾では有名な言葉なんですか。作品、この作品の中では名セリフ、名セリフです。あ、映画のオリジナル。何でしたっけ、自分を、何でしたっけ、自分をちゃんと愛してください。愛してくれる人がいるから。一応脚本を書いたはずなんですけどね。待って、愛し、好き、どせセリフ、台本上の京都弁しか練習してなかったから、あとそのお弁当食べてる時とかは「なんでめっちゃうまいやん」とかずっとそういうのはなんか練習してたんですけど「そうなんでなんでなんで」ってすごいずっと現場でも言ってました。我们要请三位坐到第一排跟我们全场观众一起来一张大合照。谢谢，谢谢观众的支持，也谢谢观众的加油。